皆さんこんにちは、ケンです。今日はクロスバイクを買ったら最初に揃えておいた方がいいものというものを私目線でありますがご紹介させていただきたいと思います。はい。でまずクロスバイクの完成車を買うと、調べたところによるとベルとか、樹脂製のペダルですねっていうのはついてくることが多いです。なので今からそれは省くんですけど、それ以外に揃えた方がいいものを順番にご紹介したいと思います。まず揃えた方がいいものはライト、フロントライトとリアライトで、フロントライトは走る状況にもよるんですけども、夜走られる方っていうのは必ずつけなければいけません。昼しか走らないよという人はこういった反射板でもいいと思います。街中とかだと200ルーメン、ルーメンっていうのは光の量のことを表して、要は明るさと思っていただければいいんですけども、田舎道、街灯がないところだと私のおすすめは400ルーメン以上がおすすめです。リアライトも同じく買った方がいいです。車からの視認性を上げるためにはリアライトっていうのは絶対に導入した方がいいです。これはですね、特にトンネルとかそういったところでも活躍します。で同じように昼しか走らないよっていう人は、反射板でもいいのかなとは思います。ですがやはりこういった光るものの方が視認性が高まるので、安全面を考えてもつけておいて損はないと思います。クロスバイクを買ったらまず揃えた方がいいもの、1点目がライトのご紹介でした。2点目に買った方がいいと思うもの、それはボトルケージです。こちらの商品は今純正のジャイアントさんのやつ買ったんですけど、いろんなメーカーさんから出てまして、安いものだと500円、高いものだとピンキリで5000円ぐらい、カーボン製ですねがあります。こちらは正直大した重量差もないので、個人的にはもう500円から1000円ぐらいのボトルケージ、ちなみにこれも1000円ぐらいですね、こちらも1000円ぐらいだったかなぐらいでいいと思います。こういったね、自転車用のボトルもその時に一緒に買った方がいいと思います。理由はボトルとボトルケージの相性もありますので、こうやってはめた時に、要はスムーズにはまるかですねっていうのも一緒に確認した上で買った方がいいんじゃないかなと思います。メーカーを合わせれば確実にこの抜き差しがしやすいものだとは思うので、ボトルケージをせっかく買うんであればボトルも一緒に買ってはいかがでしょうか。ボトルは後からいろいろ探して買いたいよっていう方であれば、こういった風にボトルケージでもいろいろありまして、こうやってここを回すとここの幅ですねを調整できるものがありまして、でこれは今トピークのボトルケージなんですけど、こちらの製品すごく良くて、要はここの幅を広げれるものですから、例えばペットボトル、コンビニで買ったペットボトルとかを入れるときは、ここの幅を狭くしたりとか、ツールケースを入れるときはちょっとここを広くしたりとか、ボトルの直径に合わせて調整できるボトルケージもあります。用途によってボトルケージは選べばいいと思います。はい、2点目がボトルケージでした。プラスアルファでボトルもあるといいと思います。続いてが3点目、3点目に揃えた方がいいのはパンク修理キットになります。パンク修理キットっていうと必要なのはまずタイヤレバー、携帯ポンプ、空気入れです。であとは替えのチューブで、これを持ち運ぶ方法はいろいろあるんですけど、今ご紹介したようなこのツールケース、このツールケースをボトルケージに差し込んで常に持っていく、もしくはこちらですね、サドルバッグにパンク修理キットを常に入れておくのがいいと思います。3点目はパンク修理キット。それでは次は4点目になります。4点目はこちら、フロアポンプです。なるべくこのメーター付きのものを買った方がいいと思います。装着しているタイヤにはマックスで入れれる空気量っていうのが決まってまして、それを確認してメーター見ながらやるといいと思います。4点目がフロアポンプ。
今ご紹介した4点っていうのは必ず持っておいた方がいいのかなと私は個人的には思っております。それでここから紹介するのは必須ではないんですけど持っておいた方がいいですよというものをご紹介させていただきます。ここからはおすすめの商品になります。で1点目がキックスタンド。これはすごい便利です。ママチャリなどは最初からついてるんですけどクロスバイクは自分で後からパーツを買ってつける場合がほとんどですのでぜひキックスタンドは装着しておくといいと思います。続きましておすすめの商品はこれサイクルコンピューターです。これで自分のスピードとか走った距離を見ることができまして、でこれはもう本当にモチベーションが上がるアイテムの一つです。スポーツバイクを買ったのであればこういったサイクルコンピューターがあるのは非常におすすめです。続きましてこちらヘルメットです。街中でヘルメット被ってる人ってなかなか少ないんですけど、クロスバイクは結構頑張ればスピードも出ますし、まあ、何より命の方が大事ですから、私はクロスバイクであろうがミニベロであろうがタンデムであろうが家族がいる身なのでヘルメットは常に着用しております。で続いてはこちらサングラス。こちらは目の日焼けを防ぐのはもちろんなんですけど、一番はやはり風が強いと目が乾燥してしまいますので、コンタクトしてる方とかだとすごい目が乾燥してしまうので、こういったアイウェアですね、サングラスがあるとおすすめです。たまにですね走ってると虫とかが目に当たったりすることがあるのでおすすめです。で続いてはこちら鍵ですね、これは、休憩するときとか盗難防止のために常に持っておいた方がいいと思います。でこれは最後なんですけど手袋。手袋の中でもいろいろこのパッドが入ってるタイプとか薄いタイプがあるんですけど、やはり手に来る振動っていうのは非常に、スポーツバイクって手に振動がすごい来るので、このパッド付きの手袋を装着していると、そういった手の疲労も軽減できるという意味でグローブがおすすめです。はい、今日は初心者に向けたクロスバイクを買ったら揃えた方がいいものというものをご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。